皆さんこんにちは、橋本のどかです。普段さ、はい、なんか悩み相談されたりすることとかある？あんまりないです。あんまりない、なんかかしこまってはないです。うん、助けてとかはあるけど。助けてとかはあるけど助けてってどういう状況だ？なんだそれ、溺れてるとか？いや、虫が出た助けてとか。ああ、そっちね。もあったり、うん、まあ、言えない状況の助けてもあったり、でもかしこまっての、うん、こう、ちょっと相談があるんだけどみたいなのはあんまりないです、ね。うん、あ、そうなんだ。あんまりなんか、なんですかね、類友というか、うん、そんなにこう悩みを抱える友達がない。ちょっと試しに。試しに、うん、のどかのなんかこう、お悩み相談室みたいなのよ。で、質問は？え、それはなんか架空に用意したので。架空に、うん、そうそうそう、こんなお悩みが来たらどう答えるみたいな。はい、うん、でも、ただ、はい、悩み相談に対して答え、ただ答えるだけじゃ面白くないから、はい、ちょっとゲーム要素を足そうかなと思って、お悩み相談に。そう、ここにね、はい、いつもはさ、箱なんだけど、はい、ちょっと今日紙袋なんだけど、その中にね、紙が入ってんの、はい、で、その中から一枚ずつ引いてって、そのキャラでやる相談を。そう、ちょっとよくわかんないからやるしかないですね。ね、やるしかないね。橋本のどかの、のどかのは、よく何が入ってるかがわかんないから想像はできないけど、引くしかないですよね。一個引いてみようか。語尾をおじゃるで。ああ、そういうやつ。そういうやつ。ああ、じゃあちょっとお悩み相談語尾をおじゃるで、ちょっとじゃあそれを守って守って。はい、悩みがあるんですけど、はい、自分のことが好きになれないんですけど、どうしたらいいですかね。自分のことを好きになれないでおじゃるか。こういうことでおじゃるか。そうそうそう、どうしたらいいですかね。自分のことを好きになれないでおじゃるか。好きにならなくていいんじゃないでおじゃるか。好きにならなくていいの？無理に好きになろうと思うと、好き、なんか自分好きになろうと思うと、こうどんどんこう自分の理想ばかりが高くなっていき、どんどん自分のことを苦しめちゃうと思うでおじゃる。すべてが台無しでおじゃる。おじゃるで、すべてが台無しでおじゃる。私もでおじゃる。私もこう自分のことを好きになれないこともたくさんあるでおじゃる。こうポンコツでおじゃるし、ポンコツでおじゃるし、うん、人に迷惑をかけることもあるでおじゃるし、まあ、こんなんだから自分の親にも迷惑をかけるでおじゃる。そんな自分が嫌いになる時もあるでおじゃる。でもある日突然こう、それが私なんだって認めた時があったでおじゃる。嫌いな部分もそれが私なんだって認めた時に、なんか今の自分好きだなって思える瞬間があったでおじゃるから、無理にこう好きになろうと思わないでおじゃるに。思わないでおじゃるに、こうなんだろう、好きになった時に好きって思えたらいいんじゃないでおじゃるか。好きになった時に、やだこれ。来るんでおじゃるよ。そんな時が来た時に好きだって思ったらいいんでないでおじゃるか。それまでは無理に好きになろうとしないでいいと思うでおじゃる。なるほどね。あ、途中何言ってるか分かんなくなる。そういうやつが入って、あ、やだな。なんちゃらだお。相談があるんですけど。なんだお。いつもこうネガティブ思考になっちゃうんですけど、どうしたらいいですかね。ネガティブ思考になっちゃうんだお。おじゃるより難しいんだお。ネガティブ思考になっちゃうんだおか。そうか。まあでも生まれ持った性格というか、しょうがないんだお。それも君の良さなんだお。
ブ思考が良さなの？だってそれはそれで、私割とネガティブとポジティブが混在してる人間なんだお。ネガティブな時はもうとことんネガティブなんだお。ポジティブな時はもうとことんポジティブなんだお。だから両方の気持ちが分かるんだお。私両方がいいなと思う時もあるんだお。私にはじゃあネガティブがいいっていうのはどういう時なの？慎重になれるじゃないですからお。ネガティブな人って物事をしっかり見極めて考えれば考えるほど慎重になるんだお。ネガティブな人ってそういうところは、私はもうポジティブなところはもうなるようになるさって言っちゃうんだお。だからそういうところはいいなとも思うんだお。だお。私そこが嫌なんだったら太陽の下を歩けばいいんだ。午前中の日光は人間に素晴らしいパワーを与えてくれるんだ。だから午前中太陽を浴びるんだお。なるほどね。途中何言ってるか分かんなくなってくる。すごいね、ゴミばっかり引くね。ぽよぽよ。毎回同じような人を好きになっちゃうんですけど、どうしたらいいですかね。しょうがないぽよ。それはしょうがないぽよ。同じ人を好きになるぽよ。それはしょうがないぽよ。そういう人がタイプなんだぽよ。それの何がいけないんだぽよ。ちょっとこう、ダメな人をね、こう毎回、なんでこんな人を毎回好きになるんだろうっていう。ダメな、ダメンズウォーカーなんだお。そっかそっか。そういう友達、私の友達にもいるぽよ。でも友達、私の友達も同じ相談をされたりするんだぽよ。ただ私は言えないぽよ。なんか別れたらとかなんか言えないぽよ。だって好きになっちゃったまましょうがないんだぽよ。好きなんだもん。好きって気持ちは誰にもコントロールできないんだぽよ。だからそこでもダメな人には引っかかってほしくないぽよ。どうしたらいいんだぽよ。どうするぽよね。そうでも好きになっちゃうからね。好きって気持ちはでもコントロールできないんだぽよ。好きになってるうちはダメなことにもさえ気づかないんだぽよ。その人がいい人になるくらい私たちもいい人になろうぽよ。あでもいい人に寄ってくるダメな人もいるぽよ。難しいぽよね。好きって気持ちはこの世で一番難しいと思うぽよ。好きって気持ちがあるからこそ、こう男女のもつれが生まれたり、もつれ、女同士のトラブルが、友達だと思ってた友達も友達じゃなくなったりするぽよ。好きって気持ちが一番この世で難しいと思うんだぽよ。人をだって変えちゃうんだぽよ。でも悪い方にも変えるぽよけど、いい方にも変えると信じよぽよ。好きなものはしょうがないぽよ。お姉キャラで。いやいや待って待って、私女だし。いやだからあえての。私女だし。あえての。よくわかんないよこのキャラ設定。あえての。相談あるんですけど。何？自分の気持ちを表現することができないんですけど、どうしたらいいですかね。なんかネガティブな相談しか来ないわね。お悩みってそういうもんだと思うんだけど、もっとポジティブな相談ないのかしら。何？もう一回言ってちょうだい。自分を表現できない。自分の気持ちをこう表現することができないんですけど、どうしたらいいんですかね。そんなのあんた次第よ。表現しないからできないんでしょ。してごらんなさいよ。やってみたらできるもんなんだから、あんたならできるでしょ。以上。これお悩みストップになってる。もうやめたい、今すぐやめたい。にゃもうゴミシリーズもいいですよ。もうわかんない。ちょっと相談があるんですけど。にゃろ
恋愛が長く続かないですけど、どうしたらいいですかね。知らんにゃろ。恋愛が長く続かんにゃろ。知らんって。知らんにゃろ。お悩み相談。恋愛が長く続かないにゃろ。好きな期間が短いってことにゃろ。好きな人がどんどん変わるってことにゃろ。すぐ別れちゃうってことにゃろ。そうそう、すぐ別れた。それはまだ本当に好きな人とは出会ってないんだにゃろ。本当に好きな人とはずっと一緒にいたいし、本当に この先一緒に人生を歩んでいく相方というか、出会うべくして出会う人とは長く続くと思うんだにょろ。その人にまだあなたは出会ってないんだにょろ。大丈夫、これからきっといるよ。ずっと一緒にいたいと思う人がきっといると思うにょろ。どうよこういう悩み相談。悩み相談は悩み相談プラスちょっとなんだろう、イライラするよとか。いやずっとミーがずっとなんか見て、ほんとこんな顔、半開きのみたいな顔でずっと見るか笑ってるかのどっちかなの本当に。いや思ったのはね、はい、やっぱりそのなんだろう、語尾に余計なのがつくと内容入ってこないね。入ってこない、私も入ってこない。私も何言ってるのかちょっと分からなくなってくる。相談あったらぜひあのコメント欄にお寄せください。これね、みんな相談したいと思うから。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上、のどかのは YouTube チャンネルでした。バイバーイ。